学びゲット。はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はですね、学びゲットで遊んでみたいと思いますね。うん、はい、学びゲットは何かというとですね、クイズで勉強できる無料の学習サービスなんですね。そうなんだ。そうなんだよ。しかも無料なんだ。無料です。でね、ここにね、説明が書いてあるんだけど、ちょっと読み上げますね。はい、学びゲットでは学校の単元に沿った問題や各企業にまつわるクイズを身近な生活につなげて出題するため、お子様は普段の勉強と社会のつながりを自然に意識するようになります。社会との関わりを理解することで、お子様の興味、好奇心を刺激し、学習意欲をかきたてます。だって、つまりね、クイズで勉強しても楽しんじゃうっていうね、サービスなんだよ。そういう意味か。そうだよ、そうだよ。インターネットがつながる環境であれば、PC とかですね、タブレットとか、あとスマートフォン、あとですね、最近なんと Wii U が加わりましたね。おお。ではですね、早速学びゲットしてみましょうか。うん、学びゲット。はい、こちらですね、学びゲットです。クイズで勉強、やる気が育つって書いてあるね。うん、学びゲットだね。このゲームはですね、 Wii U の場合はこのゲームパッド、こちらを使ってやるんだね。うん、ここからですね、通常のリモコン、これは使えませんので。うん、はい、じゃあスタートボタンを押してください。スタート。はい、ということでログインしましたね。エイシン君の ID とパスワードを入力して今ログインしました。こちらが学びゲットの画面だね。はい、今ね、つながるとイベントと食べると知る、これがね、準備中になっちゃってるんだよね。楽しむと暮らすで今勉強することができますね。ではですね、早速やってみたいと思いますね。まずエイシン君、楽しむをタップしてください。はい。で、実はね、何回かやってんだよね。はい、早速やってみたいと思うんですけども、まずエイシン君が得意な算数からやろうか。はい、算数してください。はい、算数ステージ開始です。クイズに挑戦。はい、バチ。こっからね、問題なんですけども、これね、これ右上に書いてあると思うんですが、あと残りの秒数が決まってんだよ。この制限時間内にやんなきゃいけない。で、今早速、問題見ましょうか。右の図は九九の表の一部です。空いてるところに当てはまる数は何ですか。だって左は49、56、63。ちょっと待って、左は7つずつ上がっていってるんだね。で、右は8つずつ集まっていってるんだ。あ、9個ずつ上がっていってる。じゃあ中は7つずつ上がっていってるんだけど、ごめん、もう時間ない。ごめん、やっぱね、ごめん。この問題ね、実は小学校3年生ぐらいからの問題らしいんですよ。だから A ちゃんにはまだちょっと早いんで、実は。はい、だからパパが解説してあげないといけないね。うん、はい、ちなみに今は九だったんだけど、一番左が7つずつ上がってって、真ん中が8ずつ上がってって、右が9ずつ上がっていく感じだよね。だから真ん中で言うと、これは8ずつ上がっていくから64だった。4番だったんだね。はぁ、次。じゃあ次行きましょう。ボールが3ダースあります。ボールは全部で何個ありますか。 1ダースの箱にはボールが12個ずつ入ってます。つまりこれは 12×3 だね。だけどエイシン君にはわからない。4点でしょ。 12×3 だから、12+12+12ってことなんだよ。まずじゃあ簡単にいこう。10+10+10は何。10+10は20。もう20+10は20+10、30だよね。じゃあ2+2+2は、2+2は何。4+2は、あー、あー。頑張れって言われちゃった。プロ野球チームの2軍のことを何というでしょうか。これなんかやった時、前やった時あったよね。多分キャンプと思ったんだよ。あ、マイナーと思った。マイナーだと思ったんだ。でも違うんだよね。正解は、ファームでしたか。ノットクリア。あー、クリアできなかった。ここ正解。あら、7問以上正解でステージクリアだって。あ、まあしょうがないね、今日はね。でね、右上にマイページってあるんだけど、マイページを押してもらえますか。はい、ここでですね、
今までの記録を見ることができますね。今ねこれ A 君6歳男の子、千葉県千葉市ってなってますけど、これ仮に設定した場所ですからね。で今1年生だからね、はい、で銀メダルが1個、銅メダルが3個持ってるね、はい、コレクション見てみてください。コレクション、コレクションは今こんなもん持ってるね、楽しむタウンで3つのメダル、クラスタウンで1つのメダル持ってますね、はい、学びゲット。よし次はそしたらクラス、これをやってみましょう。よし、OK。 こちらはですね、企業さんとのコラボの問題なんですね。しかもですね、このコラボ問題に正解すると素敵なプレゼントがもらえるかもしれないというものですね。え、いいよね、すごいねえ、では我々はケンタッキーやっちゃいましょうか。算数、算数ステージクイズに挑戦。よし、石蹴りをして得点をまとめました。8点のところに2回、4点のところに2回、0点のところに1回入りました。合計した得点は何点でしょうか。だって8点のところに2回入ったんだ、ごめん、これはパパが計算する、16点です。4点のところに2回入った。4足す4何？4足す4 4足す4だよ。8ですね。で16足す8は分かんないかな、24です。24、はい、24番、何？4。 OK です。1問クリア。クリアした。ケンタッキーの限定メニューやサイドメニューでは世界のいろいろな国の味を楽しむことができます。ケンタッキーのツイスターにはサルサソースが使われていますが、これはどこの国のソースでしょうか。あいちゃん知ってる、これ。そう、よくわかったね、すごいじゃん。なんでわかった。いや、メキシコかなと思った。違う、素晴らしい正解でした。あと33秒。うん、うん、早かった今回。こういうクイズいいね。うん、はい、グッジョブ。イエーイ、全部正解。ケンタッキーフライドチキンのお店にはケンタッキーフライドチキンの生みの親であるカーネル・サンダースの創作カーネル・サンダースの立像が置いてあります。実はこの人形には秘密があります。それは何でしょうか。だって、え、わかんない。ステッキを取ると喋る、ヒゲが取れる、メガネが本物の老眼鏡、カツラ買うって、どれだろう。3番なんじゃない。おー、やったー。メガネ本物、メガネ本物だったんだ、知らなかった。これクーポンしてさ、お店行ったらさ、ちゃんと本物か見てみたいね。うん、うん、ステージクリア、おめでとう。算数ステージをクリアした君にメダルを贈呈します。だって、うん、10問中8回正解しました。回答一覧って方を見てくれるかな。はい、これで A 神君が正解したクイズ見れますね。あ、最後の2問だけ間違えちゃったかな。じゃあちょっとこれ見てみよう。解説が出ましたね。カーネル・サンダースはケンタッキー州で小さな食堂サンダーズカフェを開きました。この辺りの地域では温かく人をもてなす習慣がありました。1952年にそんな州の名前をブランド名にしたケンタッキーフライドチキンが誕生しました。だって、つまりケンタッキー州で最初のお店がオープンしたってことだね。学びゲット。では、全国大会今開催中なのでこれもやってみましょうか。はい、全国バトルクイズの挑戦は1回のみです。挑戦しますか。だってやりましょう。はい。お、右の写真はアジサイの花だよ。それでは次のうちアジサイの葉はどれかな。って、うわ、分かりづら。アジサイの葉っぱどれだろう。どれ？アジサイ。パパ2番じゃないかなと思うけど。あ、違った。ごめん、じゃん。次へ。下の数はある決まりに従って並んでいるよ。四角に当てはまる数は何かな。だって2、3、5、四角12、17って上がってってる。あ、ここさ1ずつ上がってるでしょ。1、でここ2上がって次3上がるんじゃない。5足す3は何？
8です。2番、2番。OK。あ、これスタートから何秒経過したか出てる。次押してください。やばいね。もう5分43秒かかってる。リサさん、ソータさん、ケンタさん、あ、ケンさんがテストの結果を右のように話しているよ。でも3人のうち1人は嘘をついているんだ。3人の点数が高い順に並べるとどうなるかなって。私が、リサさんは私が一番点数が高いって言った。ソータくんは僕はリサさんより点数が高いって言った。ケンくんは僕は誰よりも点数が高いよって言った。え？じゃあ4番。ああ、違った。3番？分かんない。じゃあ次押してください。終わり。6分28秒かかっちゃったね。ああ、いっぱい間違えた。1問正解だった。一問だけだった。全国結果を見てみてよ。全国結果一番下、一番下。あ、マイページって、マイページって確認するって。うわー、424人中やってるけどさ、これはいけないだろうね。一問正解だもん。424番かもしんない。学びゲット。はい、ということで今回はですね、学びゲットをやってみましたね。無料で遊べるので、ぜひ皆さんもやってみてください。結構面白いよね。面白い、うん、これはね、あの Wii U でもダウンロードできますし、PC とかタブレットではそのままブラウザーでアクセスした先が学びゲットのサイトになります、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。学びゲット。